おお、来ました。ここが酔いとの戦いで出来上がったこちらですね。おお、うまい、うまい。おお、うまい。あ、間違えた。ジャンプ、ジャンプ。こうか。音楽をよく聴きながら飛んで攻撃しましょう。リズムに乗ることがやっぱ大事ですかね。はい。おお、うまい。こんな感じでいろんな動きをするエネミーが出てきますので、はい、惑わされずにリズムを、うん、あの音楽を聴きながらタイミングを合わせていくのが大事になります。え、これ音楽だけに集中するの無理ですって。かわいいもん、みんな。そして見たい見たい。このステージの上っていう場所でもありますし、背景も見たいし。いいよいいよ。うまいな。おお、しっかりと。あ、間違えた。惜しい。おお、よし。あの避けるためのジャンプとかもあの音楽のタイミングに合わせて設定されてますので、はい、そこも含めて全部うまくいけばあのより曲に乗った気持ちで遊べるようになります。あ、話す忘れちゃった。いいよ。最後の一つだけ音がちょっと違うんでタイミングがそこで降りようと、グライド終わろうと。あ、そういうことですね。お前、あ、ちゃんとやっぱコツをつかむのが早いですね。ああいう感じでですね、パスアウトって言って何回も攻撃しないと倒せない敵になります。はい、これは近距離アビリティです。ああ、結構ね、大きい敵はね、体力ありますからね。あ、惜しい、惜しい。いや、でもうまいな。お、すごい楽しい。ね、初めてで。おお、素晴らしい。あの左上、はい、右上がそれぞれ の, あのスコアなんですが、はい、真ん中が2人の合算されたスコアになっていまして、そこを注目しながらそれぞれのスコアを見ていこう。はい、まあ息合ってるじゃん。息合ってますね。あ、息合ってるって言った瞬間にもうフラグ、やっぱりあるあるですね。聞こえてるんですかね。そうですね。これも基本的にはやはり音楽を聴いて、はい、聴きながらですね、はい、リズムに乗るっていうところが、相手に騙されないように自分の方をちゃんと見ておかないと。なるほど。タイミングが違うやつもありますんで。ああ、そうかそうか。あ、こういう形でね、はい、順番に打ってったりとか。そうですね。本当にこれはあのこのモード専用に作られた画面ですので、左右別々になっていたりとか。なるほど。2人でやっていく感じが出るようになっています。そうか、これは難易度が上がってくるとちょっと裏打ちだったりすることも出てきますよね。いや、難しいんだよな、裏打ち。ここいいな。いや、でもこれ初のコンビにしてはなかなかいいですね。なかなかいいですか。あ、タル壊したい。浅間さんのスコアが足出される低いのが僕は気になってる。あれそうですね。まあちょっとまあ今あのフレンドケアルという仲間を回復してくれる優しい要素がありまして、そういう協力プレーならではの、はい、さっきのところにあのサーンテレクターエネミーもうまくこう弾いていくと2人で協力してこうバンバンバンって倒せたりとか。あーはーはー、まあ、うまく協力すればダメージ量も上がったりみたいなこともあるんですよ。ダメージ量は変わらないですけど、2人でそれを倒していく。なるほど。いいですよ。ドンドンドン。おお、素晴らしい。まあ、2人で130万点、違うか、一桁はい、ですよ。クラウドはみんな練習すればね、ここを目指してくれっていうところ。なるほど。いや、あ、全然大丈夫ですよ。うん、余裕余裕。あ、いけるいける。おお。あ、でも多いな敵が。増えましたね。お、うまい。うまい、全然。うまい。むしろうまくいってる。やばい。これは今日鈴井さんが帰って調整に入るんじゃないですか。あの完成してるんで、それ難しくて。それ難しい。なんか2人のなんかコンビが良くなっちゃってますね。やっぱね、やるほどに良くなるんですね。
確かにさっきより良くなってますね、動きが。あ、分かんない。1個ミスると、立て直すのに、あ、なるほど、難しいですよね。ここ好きです、僕。片っぽがスライドして、いいね、片っぽが地上で。で、打ち合って、あー、あー、ちょっと、どうだ。ですね。きつい。うまい。うわ、すげえうまい。お互いにね、回復し合って。回復し合う。なるほど。あ、でもこれは協力感がより増しますね。増しますね。はい。頑張れ。うわ、頑張れ。ここは内緒。なんか喋ると多分ずれると思うけど。確かに無言だし。無言じゃなくて喋りながら頑張れ。頑張れ。頑張れ。あ、でもすごいよ。これきついな。うわ、うわ、でもうわ、厳しい。あ、なるほど。いや、いけたんじゃない？お、ちょっと俺の。スコアは変わんないけど、芦澤さん明らかにスコア上がってる。だいぶこうやるたびに上手くなる。